Japan is such rich countries, but they still facing a lot of problems. One of the problems is the high poverty of rate of single mother household. シングルマザーの方から前教えていただいたのは、スーパーとかに売ってる5キロ10キロのお米を買えないんだ。だけれども今日一日しのぐための忘れたら幼稚園では50円で一食もらえる。 A lot of these women are living at the edge and there's a cycle of poverty. And so a lot of people would be surprised to know that Japan has one of the highest rates of poverty in the OECD. You know, one in seven children living in poverty is unthinkable in a country as advanced, wealthy and sophisticated as Japan. なんで国が豊かになったのに貧困で苦しんでいる人がこんなにも大勢いるのかって思います。体裁を守りたいので自分が DV しているなんてことバレないようにここから下だけ技を作るっていう感じ。日用品の中でなかなかちょっとこれを取り揃えることができないんですけど急用しているんですという場合にそういったものをご支援くださる場所で、そのそういう場所が実際にあったとしても情報が足りない、どこに行けばいいのかわからない、どこに助けての声を求めていいのかがわからないというのが私がこう生活していて普段こう思うことです。明日食べるご飯をどうしようっていうレベルの状態が非常に増えてるのは確かだなっていうのはすごく感じます。本当は苦しい、本当は寂しい、みんな持ってるんじゃないかなって私は思ってるんですよね、うん、自分もそうでした。人に頼ったらもらえないお金、なんか私たちはどうしたいんだろうっていうか、どこにじゃあ希望があるんだろうっていうのを実家にいた頃はずっとずっと思ってて。